どうも、ねずっちです。ワクチンの大規模接種センターね、キャンセル待ちをですね、28日からはもう受け付けないそうですね。っていうのもですね、キャンセル待ちで徹夜組っていうのがすごく増えてるらしいんですね。でも徹夜なんかしたらね、免疫落ちちゃうから、なんかあんま良くない気しますけどね。ワクチンをね、打つ頃にはもうこんなもん眠くてしょうがないみたいなね。あ、なるほど。眠気もワクチンも打とうとしてるっていう、違うかね。まあだけどね、徹夜で思い出しましたけどね、徹夜じゃないのにまるで徹夜のような新幹線があるって知ってました？よく言ってますよ。朝まで行くってね。ねずっちです。ではまた。